はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。佐賀通秘宝伝説江戸城ですね、大御所線の手前から、スタートになります。で、シャチホコでね、かなり鍛えました。能力的には、まあ、装備込みですけれども、まあ、ミカミックス人間が、まあ、そもそもヒットポイントがもう936あるっていうねめちゃ強い。で、力が88、魔力も38まで上げて、素早さ60、防御は41で、愛人もですね、魔力が66で、これね、実は素の魔力って結構低いんですよね。人間とね、ほぼ変わんないと思う。装備とかマギとかで結構底上げされて66だからね、やっぱりね、エスパーはね、上がりが鈍いんですよね。で、素早さは47、防御は46になります。力は全く上げてませんというところです。じゃあちょっとこれで大御所いきますか。大丈夫だとは思う。後ろからファントムが来てた。全くバーカン息子は役に立たんわい。秘宝を集めさせ神になる計画であった。だがまだまだわしにも運がある。お前たちが秘宝を持ってのこのこやってきてくれた。死ね。4対1で勝てると思うな。大御所、まあ、まずはそうだね、スタンが効くか効かなそうだけどね。で、まあ、チャージかな。一旦全部やっとこう。魔力もサイコソードで上げつつ、でライトサーベルも2本しかない。で、浪人はね、ちょっとシャチホコ専用で44マグナムを装備させてます。で、村正もまあまあ、あと魔術の杖とかもね使わせてます。とりあえず村正だな。ここは属性ガード効かんか。村正の通り方若干悪いな。まあ、サイコソードはねしょうがない。むしろ通っただけでもすごい。結構単体攻撃力高えな。当たんね。そろそろペット限界かな。じゃあ唯一の意味でいこう。でケアラ自分で回復する。もう死んだら死んだでしょうがない。でライトサーベルも一応打っておいて、あとドレインタッチっていうよりは破壊光線かな。392、まあまあまあいいね。破壊光線、うん、392、強い強い。で回復、神風、これは食らうか。無属性かな。癒しの杖がそろそろ欲しい。1本ないときつい気がする。レオパルト2がどれくらいで、まあ、ミカミックスはまだいける。ガラクタとフレームソードにして、でケアで自分を回復しよう。で浪人もちょっとケアでいこう。今回回復のターンだな。レオパルト2いけ。297、余一の弓でいいや。うん、まあまあまあ回復量も申し分ない。フレームソードが400か。機関レオパルト2に。貴様の刀では装甲は打ち破れん。レオパルト2いいな。やっぱり攻防一体だからね、何気に。で、ミカミックスの回復はしておくか。やっぱりロニーはもう村正で行こう。当たらん。疾風痛い。やられた。壁か。うちの壁がやられた。ただまあ体力的には持ち直してきたから、まあ、このままガンガン攻めよう。このターンは攻める。サンダー来た。おお、属性ガード無駄だよ。やっぱりドラゴンアーマーなんだよね。本当に属性耐性が強い。このまま押し切ろう。レオパルト2、そう、糸がね、ちょっとね、他の人たちの愛情が育ってしまったんでね、剣をの糸を使ってたんだよね。だから今はミカミックスと愛人がラブラブ状態。ただそれだけ。まあ、フレームソードじゃなくてドラゴンソードとかでもいいとは思うんだけど。 OK、 魔力素早さ、魔力素早さ、いいねいいね。3万800円。刀、亀が転んでんのがウケんな。ひっくり返ってるよ。
己口を開く。爆発する。そして秘宝を奪う。あ、なんだ、月うさぎの耳、先制か。必ず先制できるって言うんだったらね、いいけど、多分そうではないんだろうな。終わった。これからどうすんの、浪人さん。その、大玉殿、浪人様。嫌だわ、恥ずかしい。っていうかさ、この世界のことだけで完結するんだ。ガーディアンなんだからさ、もっと、いろんな世界の秘宝を守ってくれよ。まだ8個もあるんだよ。頑張れよ。完全に他人事だな。天国のお父っつぁんもきっと喜んでいる。また遊びに来てくれ。クソが、浪人め、おたまさんとイチャイチャしやがって。あ、そういえばあれ聞くって言ってたよね。聞けるのかな。浪人さん、実はちょっと聞きたいことがあります。拙者に分かることであれば力になる。紙切れのこと知ってますか。ガーディアンの人のもんだと思う。拙者が知るガーディアンが書いたもの。このものはどうしている。死んだよ。知ってるんですか。それが、そうであったか。この紙切れを待つ者はこの先の世界にいる。この先の世界のことを知ってんだ。人がたくさん集まる場所に行けば会えるかもしれん。ありがとう、浪人さん。お前はそこでイチャイチャしてるんだな。じゃあちょっと、まあ、回復させつつ、次がね、意地悪なダンジョンのはずなの。寺小屋じゃねえかよ。意地悪なダンジョンのはずなんで、ちょっと持ち物もね、すっきりさせていきたいと思います。ゼロキロ、あれ回復してる。もしやで、ライトセーバーがもう愛人の分がないんだよね。フレフソード1本とか、これも、いや、これ売ろう。フレアの書、あ、そう、シャチホコね、フレアの書落とすんで、コテージは持っておきたい。星屑も持っておきない。フレアの書はね、預けるか。なんか割とあるんで、1セットあれば大丈夫かな。このフレアの書とフレアの書を預けて、結構こっちもいっぱいになってきたな。で、ブレイクの書も、まあ、ちょっといいでしょう。で、刀も、まあ、売っちゃえばいいんだけど、とりあえずは1回預けとこう。金作用で。で、ドラゴンソード持ってく。そう、このフレアの書があればいいでしょう。で、アイスシールドも、いらないから預ける。これ防御上げるために使った気がする。で、このフレアの書も預けとこう。フレアの書は当分困らないな、これで。愛人のライトセーバーがなくなったらフレアの書を装備させるか。意地悪なダンジョンは結構敵が強かった気がするんで、奥に行けば行くほど。じゃあこっから天の柱に行きたいけど、これはマップアビリティでステルスじゃなくてテレポート、これでサクッと行けば早いでしょう。で、江戸城周辺、これで柱手前に行けるはず。よし、次なる世界へ。久々に登る天の橋。もう迷わない。こっちのはず。扉が開くってなれば OK。 OKOKOK。で、こいつはいいでしょう。愛情の糸をちょっと補充したい気がするけど、まあいっか。あれ、そういえばさ、ゲームボーイ版だと1割のダンジョンのところにテレポートできるやつがあったと思うんだけど、 DS 版だと何が置いてあるんだ。意地悪なダンジョン周辺、結構長えな。向こう岸までそこそこの距離がある。この敵は一旦スルーしようか。でも肉そろそろ食ってもいいと思うんだよね。亀も限界が来ている。で、後ろ側に発掘ポイントがあるんで、それは発掘していこう。ちょっと発掘に変えます。
最悪意地悪なダンジョンはちょっと宝箱の数からして1回じゃいけないかもしれないんで、そこは臨機応変に1回戻って、なんだこりゃ、吉宗みたいなやつ手に入れたんだけど、なんだ刀力13、フレームソードが力12なんだよね。ドラゴンソードが14か、まあ、ドラゴンソードを使う前に吉宗を使うか。刀よりは強いっていう感じかな。刀の攻撃力見てないけど、浪人が装備してたけど割とすぐなくなっちゃったからね。先にこいつに話そう。ここのダンジョンはすっごく意地悪、行かない方がいい。秘宝、宝箱の中、ガチャ、ちょ待てお前に話したいんじゃない。大地の体、アビリティ、鍛錬、なんだ、弱くなる代わりに能力が上がりやすくなるとかだったらすげえいいやつなんだけどな。鍛錬、味方パーティーのステータスが低下する代わりに戦利品を入手しやすくなるのか。戦利品か、まあシャチホコで使うのはありかもな。で、意地悪なダンジョンは本当にイベントとかなくて宝箱だけなんで、まあ、ちょっとパパパッとやっちゃおうと思います。宝箱2つ、お、やった、体の元、お、力の元、いいね。ガチャ、ドラゴンアーマー、まあ持ってるけど売るか。お、素早さの元、おー魔力の元、猫の爪、これ素早さ系か、悪くない。宝箱2つ、ビームライフル、エリクサーで残り枠あと1か。ここも宝箱2つだけど空きが1つしかないぞ。もう山嵐、これいらねえな。こっちはドラゴンソードか。ドラゴンソードは入手しておきたいんで、なんかある？空きがないんだよね。もう使うものも、フレームソード1、これを捨てよう。売るとか言ってたけど結局忘れてたわ。じゃこれ取って一回帰るか。またアイテムを整理していきましょう。マップアビリティはテレポート、まあ、戻るとこはどこでもいいんだけどね。旅立ちの街でいいか。で、再び戻ってきて、地下4階ですね。宝箱レオパルト2、ここにもあったか。ミサイル、お、コテージ、いいね。サークレット、だいぶなんかアイテムの質が良くなってきたね。ちょっとエナジーを初めて使ってみよう。何も起こらなかったひどくない？もう一回やろう。え、どういうこと超詐欺なんだけど。もういいや、行こう。自己修復、これメカかな。でもステータスがちょっと下がっちゃいそうだよね。どれ変えるっていう感じだから、ドラゴンアーマーはつけておきて、巨人のコテ、防御がめっちゃ下がんな。自己修復、自己チェックして自動でヒットポイントを回復するユニット、どれくらい回復するか。いや防御下がりすぎるわこれ。やばらし素早さ下がるもんね。ちょっと付け替えるものがないな。一旦保留にしておこう。魔導士の杖か、あれ魔術師の杖じゃなくて魔導士の杖、あれどっちだったっけ。10個、膨大な魔力と引き換えに死神を呼び出す杖、これなんだ、デスとかか。まあ、とりあえず持っておこう。おお、夜市の弓、いいね。お、村正、だいぶ強いアイテムが手に入ってくるようになった。お、ディフェンダー、これなんだ、防御上がるのか。ちょっと
どういう性能なのか見てみよう。ディフェンダー力は14、攻撃しながら防御もできることで知られる剣。まあそうだよね、防御になるのよくわからんけど、ドラゴンソードと同じ攻撃力か。おお、宝箱だらけだ。3つ回収できるかな。パワードスーツ、あれパワードスーツって持ってたっけ。サイコガン、いや全然知らないものばっかり出てくる。ブラッドソード、ちょっと癖がありそうだね、どれも。パワードスーツは、まあ、ちょっと一回ドラゴンアーマーと比べてみるけど、でも脇がね、通常防御73、え防御上がってる、違う、なんだこれ、全身鎧か。ドラゴンアーマーはな、ちょっと捨てがたいからな。巨人の小手がメカ防御18、これをパワードスーツに切り替えておくか。とりあえずヒットポイントも上がるし、いざとなったら巨人の小手捨てよう。関羽の鎧、また新しい鎧を手に入れてしまった。まあ、コテージも使っちゃえばいいんだけどね、足りなくなったら。またちょっとドラゴンアーマーと比べてみて。てかさ、あそうだ、変わるよね。かつて武人と恐れられた男が愛用していた鎧、防御は10上がる、10上がるけどね、ドラゴンアーマーマジで耐性が優秀すぎるからな。あそう、ペットフェアリーになってます。ヒールがあるのがいいよね、魔法しか使えないけど。炎の盾を関羽の鎧にすると94か、むちゃくちゃ上がるな。ちょっとメカの防御力どんどん上げていこう。コテージ、持ち物がいっぱい、ちょコテージ使おう。コテージ使ってコテージを手に入れる。あ普通に宿屋と一緒。節約、あと宝箱結構見えるんだよね。他のとこにも1つ見えたから最低3個空きを開けなきゃいけない。おお、フレアの書、持ち物がいっぱい。これフレアの書どんどん使っていこう。じゃあ1個空きを開けよう。コテージが2つあるでしょ。ただコテージ使うのはもったいないから、巨人のコテだな今のところ。ブラッドソードもいるかっていう、あ炎の盾もいらないな。よし、ここら辺を使っていって空きを作ろう。ちょっとこっから戻るのはさすがにめんどくさい。地下7階まで来てるからね、アイテムもだいぶいいのが出始めてきてる。それとともにまためっちゃ複雑になってんだよな、ダンジョンが。フレアの書の威力を試そう。ガッ、超いっぱいいる。敵もついえかんね。ライデン、レイスになってる。ちなみにサイコソードはファイアフラワー。フレアの書行こう。相変わらず良い血の弓は強い。フレア700とかマジ強えわ。触るとマジ、麻痺にらみを当てた。どっちもどっちって感じだな。持ち物がいっぱいだった。え、何落としたんだろう。そうか、そういう時のために空きを作っておくのも必要なのか。そう、じゃあ炎の盾を捨てよう。これでもうちょっと探索していきましょう。ガラスの剣か。ガラスの剣ってなんか一回使ったら終わりだよね。確かめっちゃ強かったんだけど、一回使ったらぶっ壊れるみたいな。固定1024、なるほど。また空きがなくなってしまったな。サークレット状態異常を防ぐのか。巨人の兜力が下がるけど、サークレットにするか。これはそうだな、だいぶ下がるな。10下がるのか。でそうすると巨人の兜がもういらないかな。捨てちゃおう。地獄車、地獄車と山梨だったっけ。だったら地獄車の方が良さそうだけど。81、いいね、こっちにしよう。で山嵐は捨てる。もったいないけどしょうがない。サイコガンとかもなんか使わない気がするんだけどな。まあいざとなったらサイコガン捨てよう。まだ上に宝箱見えるからね。
それも回収して、サンブレードか、強そうだな。未知のアイテムがいっぱい出てくる。15か。不死者を滅ぼす力、太陽の剣。そうすると、じゃあちょっともうフレームソードは変えて、これドラゴンソードに変えちゃおう。村正も力15か。ディフェンダーはなんとなく取っておこう。あれ、ドラゴンソードって置いてきちゃったっけ。あ、ドラゴンソードねえや。ブラッドソードいるかって感じだよな。村正にしよう。じゃあちょっと村正にして、フレームソードは売る。フレームソードって売ってるから普通に。で、奥の宝箱も回収して、ちょっと戦おうか。あ、どっか行っちゃった。いいや。波動砲持ち物がいっぱい。ってことはフレームソードを捨てる。いや、いよいよ厳しくなってきたな。まあ、最悪エリクサー安いからね。エリクサーは使おう。てか波動砲も使うかって感じあるけどね。核爆弾持ち物がいっぱい。どうするよ。波動砲ってなんか上がんのかな。レオパルト2、レオパルト2強えかな。ただ波動砲って別にダメージじゃないからね。神々の究極の武器って言っても効くのっていうのがあるからな。まあ、防具は3つ欲しいよね。防御力94あるから。ちょっと変えられねえな。ビーナスの扇をそろそろ外すか。ちょっと一回エリクサー使っちゃおう。だ、コテージ、いや待って、エリクサーの方がいい。ペットに使うのはもったいないから、ちょっと愛人に使おう。ねえ、核爆弾、グングニルの槍、これは絶対欲しい。グングニルの槍って素早さ系じゃなかったっけ。ヴィーナスの帯とチェンジかな。これは核爆弾、敵全体固定400。なんかちょっとあんまり強くない感じがするんだけどな。どうする。それこそコテージ使っちゃうか。ミサイル自己修復なんか微妙そうだしな。ブラッドソードもでもなんとなく取っておきたい。コテージ使おう。エリクサーを使った意味が全くないけどね。あれ、ミカミックスヒット率が1000超えてんだけど、いつの間にか。てか999が最高じゃないんだ。それは知らなかった。で、グングニル手に入れたでしょ。で、グングニルとヴィーナスの扇を変えよう。いや、力か、素早さ下がんのか。力15ってことは、いやー、やっぱりダメか。サイコソードとかそろそろ捨てるかな。村正も15でしょ。まあちょっとこのままでいこう。次なんか手に入れたら考えよう。で、ようやく出口っぽいね。いや、長かった。ほんと長かったよ、これ。動画はサクサクサクって言ってるかもしんないけど。はい。だから言ったのに。そうだ、いいこと教えてあげる。ここから出たら近くに黒いやつがいる。話しかけると素敵な場所を教えてくれる。なるほど。そうなんあったっけ。ゲームボーイ版では少なくともないよね。あ、こいつはなんだ。あいつと一緒じゃん。闘技場連れてってくれるやつ。このダンジョンを攻略したんだな。お前たちの強さが本物かどうか試させてくれ。え、これ戦うの。試そう。いい返事だ。遠慮いらない。本気で戦え。やってやろうじゃねえの。あれ、なんだ。普通の敵だぞ。でもガンダルフ、武蔵、G7 かっこいい。炎は効かなそうだな。ってか大悪魔だけどね。一応魔力を上げていきたい。で、フレアの書使っちゃおう。もう霧、クラウダ、サンダー、機関、霧、バルカン、霧、クラウダ、よし、乗り越えた。フレアで終わりだ。何、終わらない。武蔵強い。レオパルト2を使おうか。ファイヤー、
で、ライトサーベル。ちょっとフリアの人はもったいないから、破壊光線でいこう。何レオパルト2。エリクサー2050とか。めちゃくちゃ回復してんじゃねえかよ。こいつのヒットポイントが2050。しかしもうお前は、あと一人、まひらせよ。村正。破壊光線。1250とか。すえ。二人とも魔力上がったな。オッケーオッケー。で強いな。お前たちの強さは本物みたいだな。その強さを認めよう。巨人の町にいる俺の仲間に会いに行きな。あ、別のやつなんだ。もっと強くなれる場所へ案内してくれる。最強の二文字はお前たちにこそふさわしいのかもしれない。いや、てかさ、さっきの敵って大したことなかったよね。魂の暗域へ行けるようになった。へえ。ちょっとそれはかなり興味があるな。興味があるけど、次の世界がバルハラだよね。ちょっと一回巨人の町へじゃあ行って、バルハラはちょっと次の回に回しますか。ちょっと巨人の町へ行きます。じゃあこいつに話しかけましょう。行くのか。強さを求めることは悪いことじゃない。魂の愛、今行って大丈夫なの。そもそもちょろっとだけ行こう。あれ、またこういう系か。やはりここまで来たんだな。ここは命を失っても戦いを求めるものの、魂が集う魂の暗域、真の力で目覚めた奴らと戦うことができる。ここのバトルは特別、連続して戦うことになるから戻ってくるまで休みはない。力尽きるとその場でゲームオーバー。マジか。ちょっと待って、一回やめよう。セーブだけしよう。よし、じゃあ挑戦だけしてみよう。力を求めるもの。1回戦目がいっぱいいる。これ全体攻撃がマジで欲しいな。ちょっとフレアの章10個補充してこよう。しかもまあまあ強い。誘惑の歌、まあここら辺は大丈夫。てかなぜか愛人だけミスになってるけど、耐性持ってないのか。あ、そっか、サークレットを持ってるからか。ミカミックスは、待って、素早さが足りてないな。もう全然遅いわ。後手に回ってる段階でちょっと危険が。どんだけ敵いるんだよマジで。その前に愛人が倒れないことが重要。愛人のフレアが全てだからね。いけ。じゃあ残るか。でペットの炎で倒せるやつもいれば倒せないやつもいる。これさやってさ、なんかいいことある。回復しよかった。マジか、自己修復持ってんだな。ちょっと夜市の弓で炎はやろう。破壊光線だな。これで倒せるでしょ。だからミカミックスもちょっとせめてグループ攻撃が欲しいよね。エクスカリバーが欲しいんだよな。言うと力、誘惑の歌。あ、うまそう、食べよう。ハンマーヘッド。ハンマーヘッドってなんかさっきの意地悪のダンジョンで普通に出てきたんだけど。なかなかやるな。第2戦目何戦あんのこれ。どんだけいいんだよマジで。ちょっとレオパルト2でガード体制に入ろう。どれやった方がいい。こいつら結構魔法使ってきそうだな。ハッチみたいなやつら全員のやつある。なんかわかんねえ。ちょっとこれにしとこう。村正はもう投入しよう。でやっぱフレアあと1個しかないけど、しょうがない。結構食らう。あとはひたすら耐え忍ぶ。ずっと敵のターンみたいな。一回愛人が挟むな。
よし、フレアはマジで強い。強いぞこれは。血を吸う、メカに血はない。砂地獄、石化ガスとか、クリティカル。まあいいや、もう使い切ったから。じゃペットが弱くなっちゃったからね、全体攻撃がなくなっちゃったから、なんとかするしかない。これさ、あのボス戦のやつと違って使ったやつはなくなっちゃうのかな。使ったやつも復活するっていうんだったら、なんか波動砲みたいなの持ってきて蹴散らせるけど。いや、ちょっとどっちだこれ。デビルソードの方が危険そうだよね。よし、 OKOKOK。 レオパルト2弱い、弱いけどこれはガードができる。石化ガスも効かないからね。単体マジで何体、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 体くらいいる。リビットドライブが発動した。いつの間にか敵の数を数えてる間に食らってた。でユアマンは回復するけど、これ陽一の弓投入しよう。で水鉄砲でこの剣は倒せる。あと1体ずつ処理していこう。デスロックを買って1体残ったし、またデスロック地獄。意外に食らわないかね。たまに食らうけど、ちょっとこのデスロック地獄をなんとかしたい。いや死んだ。水鉄砲結構役立つのにな。で余一の弓が多分一番強いよね。グラマサはちょっとデビルズソードで倒しとこう。よし、オッケー、石化したー。なんかちょっと危ない雰囲気になってきたよ。デスロック100回復するからね、それが厄介だよな。プラス200っていう感じか。いや、 やっぱフレア2発打ちたいね。そうするとペットが弱え。この次もう無理だよ。参戦あったら無理だな。デビルソード、誰も食べられない。最後の力を振り絞るときだ。無理だ、もはや最後の力が残っていない。キングベヒーボスとかクロスバジリスク、ペット復活してんじゃん。無理だよ、無理無理無理。あ、浄化の風なんだこれ。初めて助けてもらったんだけど、いや回復した、やった。ありがたい、ありがたいけど勝ち目はない。さっき連携かけとけ。石化して死んだ。愛人もサークレット必要だな、これ。それ分かった。これはもうあと地理品だよね。戦闘的に追い詰められて死んでいくだけ。俺いたんだ、知らなかった、まだ生きてたんだ。闘志が湧き上がっても無理だよ。闘志でどうにかできる相手じゃない。まだ一応生きてた、死んだ。150とか回復量もかなりあるしね。なんかどっちが減ってんだか分かんねえな。27、確かにね、防御力高いからそんなに食らわない。キングベヒーモスすら食らわないからね。ただこれはこれでも本当時間の無駄なんだよな。いずれ死ぬのが分かってるから、座して死を待つ。そんなことはしない。最後の最後まで長く。7、11。正直死んだ方が早いんだけどね。これ何くれるかはちょっと確認しておきたいな。キングベヒモスはいいや。強い、ほんとクロスバジリスク強いんだけど。
地震も来たんよ。34。爪が強いのか。終わった。というわけで今回はここで終了して、まあ、次回は意地悪なダンジョンの次の、多分バルハラになると思うんですけど、そちらからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。